久保達彦です。今はまたサッカーをやり始めてます。自分の体でこう勝負したいっていうのがあれですね。やっぱ人から後になって聞いて、だからうまくいったなっていうのはやめてから思い出しますね。そういうサッカーのことについては、一番になるとかじゃなくて、こうやっぱりもう一緒に楽しむじゃないけど、一緒に楽しくやるみたいな、やった方がいろんな経験できるし、それがやっぱね、こう大人になってからの支えになるから、まあ単純にやりたいことがやれるっていうのがやっぱいいのかなと思いますよね。それにはね、金がいるのかもしれないし、何か違うものがいるのかもしれないし、いろんなリスクあると思うけど、どっち取れるかじゃないですかどっち取るかっていう、働く世代に豊かさを。